今日はみんなに僕のスマブラ三大大好きファイターの魅力を紹介しようと思う。トップバッターはまずガノンドルフ。ハムタさん、対戦よろしくお願いします。さあ、まずは下投げからのクエヌ。これをやっている時が一番性を実感するということで、さらに次はタックル、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 日体タックル、やめよこれ。さあ、ちょっとあの馬ぶった空前を披露して、なんか上手いガノンドルフってあの空前を綺麗に当ててるイメージがあるんで、それをちょっと真似ていこうと思います。てか初っ端から相手もありか。いや、まあでも面白ければ何でもいいんですけど。いや、だからキノコ使ってるガノンドルフなんか滑稽ですね。ちょっとこんな情けない魔王見たくないが。あーりゃ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 、まあああいう風にね、あのキノコ食らっちゃうと操作反転しちゃうんで、皆さんあの気をつけてください。さあ、ゼロパワー撃墜からの、興奮の下投げクエのコンボをタックル。それ割り込めんの？いや、マジか。とりあえず横強で追い出しの、いや、ちょっとあのパーフェクトゲームしたかったんですけど、ちょっと難しそう。おっと。いや、わかるわ。俺もガオガエン使ってたからよくそういう事故やってたよ。というわけで今回は、ガノンドルフと、あ、それガードしても当たっちゃうぜ。ガノンドルフと、カービィと、キングクルールの3人で実況を撮っていこうと思います。なのでいつもより見応えのある動画ができるんじゃないでしょうか。タックル。SYSH さん、対戦よろしくお願いします。いやー、ガノンミラー来ましたね。ちょっとガノンの実況する上でこのガノンミラー非常に外せない試合となっておりますので、頑張って参りたいと思います。まあ、ちょっとこの際なんでね、ガノンの魅力について話したいと思うんですけども、もうガノンの魅力、それはもう一言で言うと、簡単に一言で言うと、もう楽しい。もうその一言に尽きる。もう個人的に一番スマブラやってんなって思うのがこのガノンドルフ。もう全てを壊し、戦場をカオスにするためだけに作られたと言ってももう過言のキャラ。スマブラの主人公と書いてガノン、桜井と書いてガノンと読む。なので、もうそんなガノンに恥じない実況を撮っていこうと思います。まあ皆さん一度は友達全員ガノンドルフを使って、まあ大乱闘して、まあ楽しい思い出があるんじゃない？うわ、それは無理。まあ一度はね、皆さんあの友達全員あのガノンドルフを使って、もう大乱闘して、もう楽しい思い出とかあるんじゃないでしょうか。まあ僕はないんですけど。あ、お前、道連れ死体系のガノンね。いや、もう僕はね、もうガノンのことを知り尽くしているので、もう相手がね、相手のガノンが道連れしてこようが、してこようが、もうね、そんな手には引っかからないわけですよ。さあ、これで実質ゴブゴブゴブリン。ガノンミラーはもうお互いの実力がはっきり出るということで、まあ、あの非常に負けられないという、ね、戦いになっております。まあね、そういう戦いにね、あの、道連れとかいうね、もうちょっとそういうちょっと姑息なやり方はもうちょっと世間は許してくれやすいよ。マジ？いや、ちょっとこれ、一見俺負けてるように見えるじゃないですか、パーセントだけ見たら。でもこれ実は違くて、俺ずっと相手のデータをちょっと測ってたんで、まあ、ここから逆転していきたいと思います。まあ、脳筋だけじゃない、クレバーなガノンの立ち回りというものをね、皆さんにお見せできればなと思います。ちょっとガノンミラー展開が早すぎて、実況しづらいっす。ありがとうございます。はぁ、もうしょうもねえ、もう、そんなもう相手のミスで勝て嬉しいんですか？もうちょっとほら、来いよ来いよ来いよ。もうくだらねえ。俺？いや、まさか自分と同じ名前、自分と同じキャラクターの人と当たるとは。てのあれば、もうやることは一つ、もうガノンの儀式。ああ、もう分かってんね、君。え、こいつ、はめやがった！許せねえ！ちょ、マジで、一回でいいからガノンの儀式をオンラインで成功させてみたかったという俺の純情な心が完全にもてあそばれた。ちょっとこういう時ね、めちゃくちゃ動揺してメンタルやられるんで、ちょっと一気に流れを持っていかれそうで怖い。やばい、メタル化なっちゃったけど逆転だ！やばいって、もうこいつ全てを持っていくタイプのガノンドルフだ。まだ全然パーセントも与えられてない、もうやばいって。わあ、ジャンプだよ。いやー、それはそうと、こいつ今煽ったよな。いや、やっぱ煽ってるよな。あー、いるんだよね、こういう。自分が優位に立った途端強気に出るやつ。まあいいや。ここ最近のストレスを全部こいつにぶつけるとしよう。さて、今日はこのスマブラのガンを、さ、バイていく。まあ、儀式裏切るところまでは、ま、全然いいよ。まあ、真剣勝負だし。うん。ただね、煽りは良くないな、カイジ君。そういえば僕、煽り耐性が本当にゼロなんですけど、視聴者、なんかよく見てくれてる人たちから結構煽られていて、でもその人たちの煽りはね、もうめちゃくちゃね、いいんですよ。なんていうかな、なんかツイッターの DM とかでよく来るんですけど、でもね、なんか嫌な気持ちにならないんですよ。もうそう、礼儀を忘れてないっていう感じがすごいして、もうだから僕はすごい好きですね、そういうことしてくる人たちは。で、こういうことを言うと、いい煽りと悪い煽りの境目が分かっていない、バカが来るんですよ。こいつみたいに。
ちょっと君焦ってるんじゃないの？動きがだいぶ直角的になってきてるが、あ、ちょ、見えない。煙で見えない。俺どっちだ？あ、そっちか。いや、マジ逆転あるぞ。煽った相手からじりじりと詰め寄られてるこの感覚、怖いんじゃないの？ちょっとこの最強のアイテムで落としたいが、そうやって崖に掴まれたらもうどうしようもない。やべ。ちょ、もうこれいらん。なんか、普通にいい勝負してるんですけど、それはやばい。ここで？ゾリャー！はい、二人目、キングクルール。A073、対戦よろしくお願いします。いや、パックンフラワーオンラインで久しぶりに見たが。さて、今回はみんなに好かれてることキングクルールなんですけど、いや、てかみんなに好かれてるっていうか、ま、実況者がみんな好き。実況者、だいたいキングクルールのこと好きじゃない？あーと、これは俺の一番大好きなアイテムのホームランバット。俺、ホームランバットの使い方は全員一なので、まあ、相手の3ストック全部ホームランバットで倒していきたいところ。ホームランバットは振るより投げる方が強いと言われていますが、バットは振った方が強いに決まってるよな。止まんねえよ、このキャラ。もうノリに乗ってるよ、キングクルール。お、野球すか、こちら打率10割のキンクルさん。あ、お前バカ、むやみに突っ込んだ。もうやべえよ、このキャラ。あー、また野球する？もうこれ、キンクル関係ない。はい、最後、カービィですね。カイさんよろしくお願いします。え、キンクル1試合しかやってないじゃんって思ってる人いるでしょうね。もう本当に聞いてほしい。あのね、もう切断が多すぎる。やばい。俺、勝ち負けとか関係なく、面白ければ全然動画化するんですけど、でも負けたら負けたらで俺が一方的に負けてて面白くないし、でも勝ったら勝ったらですぐ切断されるしで、もう、一生動画化できないんですよ。で、そうこうしてる間にもうキンクル飽きて、ね、今カービィ使ってるっていう感じなんですけど。まあでも、ガノンとキンクルのメインの動画はなんか出したんですけど、カービィはなんだかんだでまだ出してなかった気がするんで、まあこれを機にね、キンクルの分まで頑張りたいと思います。まあでもね、キンクルの時にね、もうめっちゃ叫びすぎて、出して、動画ができてないんですけど、もうマジで今声ガラガラなんだけど。いや、さすがにもう叫べないかもしれない。え、てかコンボ火力だけ。てかやっぱカービィ楽しいな。てか一番好きなんで、やっぱカービィが自分。カービィだけは真面目に実況していきたいですね。もうこの切り替えの良さが大人のぐ、ミスト？はい、サンチさん対戦よろしくお願いします。最近世界戦闘力は、魔境に入りました、カービィです。ですので、お相手の実力も上がっているということですので、見ている皆さんにも、見応えのある試合が、期待できると思われます。ですので、私は頑張りたいと思います。よろしくお願いします。ちっちゃい者同士の対決ですね、非常にこの試合やりにくいということで、評判であります。ちょっとトークが完全に、絶滅しつつあるんですけど、ちょっとどうしよう。一旦人格を変更しましょうか。あなたのために歌うことが、こんなにも辛いことだったなんて。なんとかいけそうですね。てか、ふざけてる場合じゃないんだよ。相手ネスなんだから。てか、ネス本当に空中技の判定強すぎるだろ。でもこの人あんまり PK ファイヤー打ってこないあたり、なんか強いフロートの方だとお見受けいたす。そういえば僕、初めてカービィに触れたのが、小1の時に買ってもらったDS のタッチカービィっていうゲームなんですけど、非常にね、そのゲームが鬼難易度高いんですよ。もう小学生の人間には絶対できないようなぐらいの難易度だったんですけど、もう皆さん何でカービィを初めて知りました？何で最初触れました？まあ僕はそのタッチカービィからドロッチラン、エアライドでアニメとどんどん大人の階段を登っていったわけなんですけど、もう本当にね今でも好きなぐらいいい思い出となっておりますね。あとね、カービィ関連のグッズの情報が出た際にはもう Twitter の DM なりコメント欄に何なりで教えていただけると助かります。なんかその辺の情報マジで疎くて、この間もね、一番くじを見逃して、マジ？ちょっと、ベクエミスったか？オッケー、実質ゴブゴブゴブリン。ちょ、本当に無駄話してる暇がない。あ、まあ、でも、とにかく本当に、カービィのそのグッズの、情報があったら、ぜひ教えていただけると助かります。おっと？違う、ちょ、復帰阻止行こうと思ったのに、なんか、もう、下様が出てしまった。うぃー。ちょっと完全に千載一遇のチャンスを逃してしまったんだが、流れが悪い、流れが悪い。掴み通らねえ。怖い。ちょ、やばい。めっちゃ追ってくる。怖い。エクゾディア！タイムツペリンさん対戦よろしくお願いします。もうさっきのエクゾディアで完全に喉が死んでしまったんだが、俺さ、そんな普段喋らない方なのにさ、なんなら無口の方なのにさ、いきなりこんな喋ってもう喉がびっくりしてるよ。多分俺の知り合い、これを見てる俺の知り合いとかも驚いてんだろうな。こいつこんな喋れんだ、みたいな。こいつがこんな喋れんの初めて知った、みたいな人が、多分ちらほらいると思う。まあでもとりあえずさっきの負けを取り返すために、なんとかここは勝っていきたいところ。
え、だからなんだこの人めっちゃ B 技をこすってくる。めっちゃ NB と横 B こすってくるんだけど。食べっちゃお、食べっちゃお。俺とファルコンパンチ対決するかって思ったけど、普通に DL 飛ばされちゃった。だけど俺はファルコンパンチ当て感全一ですので当てていく。気持ちいい。まあ世の中に興奮することはいっぱいありますけど、やっぱりカービィのコピー能力で相手を倒すのが一番興奮すると言われております。間違いない。さあ前投げからのクエスタ植木を上スマーコンボ火力が高い。ちょ実況下手か俺。実況下手でも見てくれてありがとう。またキャプテンファルコンかよ。ポルンさん対戦よろしくお願いします。ちょっとね、キャプテンファルコンとかソニックみたいなめっちゃ速いやつのキャラの苦手なんですよね。どう対処したらいいかわからん。まあとりあえずこれおそらく最後の試合になると思うんで、なんか気持ちよく勝って終わりたいところではありますね。とりあえずキャプテンファルコンには下強と上強で何度か立ち回っていきたいとは思うんですが、ちょっとアーマーが強い。この人明らかにさっきのファルコンと違う。膝が痛い。ちょっと俺が苦手なタイプのファルコンだこれ。いやちょっと強気の回避上がりだったんだけど、痛い。左右に吹っ飛ばされてる。ちょっと真面目に復帰しよう。ちょっとそんなジャンプされたらこっちあの領域外なんですけど、このままターン継続したいけど、下キョ下キョ、あー復帰阻止したい。うわくそ、狙い悪くなかったのにちょっと後ろ下がりすぎた。くそ、落ち着いて復帰しろ。こわ、ちょっとファルコン動きが機敏すぎる。え、何？え、何？え、何？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 もう何なんだよ、お前その緩急の付け方。エッチかよ。てか俺このカラーのキャプテンファルコンオンラインで初めて見たかもしれない。だいたいいつもピンクかなんか金色のキャプテンファルコンしか見ないから。それを踏まえてもこいつエッチだな。とりあえず下投げでごまかして。ちょ、空母当たって、空母当たって。いやちょっとこの人立ち回り硬いから普通にパナしても当たんね。まずい、ちょっとカービィ特有のバナになってる。早めに倒したい。回避読み？あっぶねえ、もう。あぶねえ、まだいける、まだいける、まだいける。ちょっと真面目にこんな無駄話なしに実況してんの？なんか初めてすぎて、ちょっと嫌なんだけど、この空気。ちょっともっとワイワイ騒ごうよ。そんな崖際のプレッシャー出さないでよ。あぶねえ。いや、この掴みでかすぎる。いやもうほとんどゴブゴブゴブリン、これは。そういえば最近チャンネル登録者数が1万7000人を超えてて、もう本当に2万人まであとちょっとっていう感じなんですけど、まあ今見てる皆さんこの状況の時は一体何になってるかわかんないんですけど、もう僕あの撮影してからあの動画投稿するまでめっちゃ遅いんで。うわぁもう俺さ、もういい年してるのにさ、もうあのゲームしながらこんなに騒いでる大人になりたくなかったよ。もうみんな絶対こういう大人になっちゃダメだよ。いやでもね、俺の視聴者に一番多い年代が、あの、18歳から24歳ぐらいの人が一番多いらしいんですよ。意外とね、自分と同じ年代の人が多いっていうことらしいんで、ちょっとそれ意外でしたね。もうちょっと下の年代の人が見てるイメージがあったんで。そう、話戻すんですけど、登録者2万人いったらなんか登録者記念でなんかやりたいなーって思ってて、なんか1万人記念とか5000人記念とか俺そういうのやってこなかったんで、今まで一度も。うーまーい！俺のザ・ハンドはよ、空間を削り取る能力だ。全然奥安似てないし、あのパーセントで復帰阻止できても何の旨味もないけどな。いや、でも話脱線しちゃう。そうなんだよ。あの、登録者記念の話ね。そう、なんか生放送とかやってみたいと思うんですけど、なんかこういう時って他の実況者の人ってあの、どんな企画やってるんですかね。なんか視聴者参加型とかね、やってみたいんですけど、何かいい案があれば教えていただけると。何それやめて。もうやだ、あ、危ねえ、なんか地味に終わった。